こんにちは、萌えです。今回は、粘土を使ってロリポップ、キャンディーですね、こういうぐるぐる巻きのキャンディー、こういう色ってどうやって出すのかっていうのを、ちょっとやってみたいと思います。で、今使っている粘土はですね、ラドールプレミックスという私がいつもフィギュアを作るときに使っている色素粘土なんですが、それにアクリル絵の具で色をつけました。で、その色のつけ方はですね、違う動画で出してるのでそちらを参考にしてもらえたらと思うんですが、その色をつけた粘土、こちらをね5つ用意しました、5色で、それをこういうふうに細長く一本一本作っていって、それをですねこういうふうにまたそれを5本を1本に固めていきます。で、この時に、ギュッと全部をくっつけたいんですけど、普通の粘土、隙間を埋めるようにですねくっつけていくと色が混ざりすぎてしまうので、そこを気をつけてくっつけないといけないです。なのでちょっとこう今横の線になってるので横に伸ばしながらこういう感じでちょっと力を入れて押さえつつこの隙間をなくすように、ただこれを縦の動きにすると色が混ざっちゃうので、この向き同じ向きに指を滑らせてなじませていきます。で、これをですね、まあ、5本あるのでこれ裏返しにしてまたこの間をですね埋めていきます。これがちゃんとくっついてないとぐるぐるっと巻いた時にですねこうひびが入っちゃったり隙間ができちゃったりするのでしっかりと混ぜていきます。で、本当はこの本物のロリポップ、こういうキャンディーって、まあ、機械とかで、やってると思うんですけど、そういう機械じゃなくても綺麗に均等にこの細い棒みたいな色を一つ一本一本作って、それをまずギュッと混ぜて1個にしてこういう風に一つに固めてからぐるぐるっとねじっていくんですけど、そういうのだとですね、まあ、機械とかちゃんとしたものだと均等にこの色もね均等になって綺麗になると思うんですけど、ちょっとさすがに手でこうやって一つ一つ混ぜて、伸ばしていくというかこうやって綺麗にねしていくとちょっと頑張ってもやっぱりこのまっすぐにはならなかったですね。なかなか難しいです。なのでちょっと境目とかがちょっと波打ってる感じになってしまっていますが、まあちょっと今回はこれぐらいでいいかなと思います。で、これもしっかりギュッと押さえていくんですが、これねギュッてやりすぎると全部くっついちゃうので、くっついちゃうというか混ざっちゃうので、そこを気をつけながらやっていきます。で、今ちょっと四角の感じ、四角っぽい感じなのでそれを円にしていきます。で、この先の方はね崩れないようにくっつけます。で、この今ちょっとカクカクっとなっている部分をそこもね手で伸ばしてできるだけ太さを均等にしていきます。これがバラバラというかボコボコしすぎているとあんまり綺麗なねスパイラルにならないので、しっかり綺麗にしていきます。で、こうやってやってるうちにですねちょっと気づくと思うんですけど、この黄色い部分とかが薄ちょっとだけになっちゃいました。あ、で、ここからですね大事なところ、ちょっとこうぐるぐるっとこれここからしていくんですけど、まずちょっと霧吹きで濡らしました。こうねねじっていくとひびが入っちゃったりするのでこんな感じでねじります。もう端と端を持ってぐるぐるっとねじっていくとこんな感じになります。で、ロリポップってこういう棒のキャンディーもよくあるんですけど、まあ、それはこの状態ですね。これを切った状態なんですけど、丸いロリポップはここからぐるぐると巻いていきます。なので巻いていくんですが、この状態で一旦こうちょっと固めとかないといけないです。これね今ぐるっと無理やりまずこうねじってる状態なのでひびがね入っちゃったりするので、綺麗にするために慎重に巻いていきます。で、ここからこのぐるぐるとねじったものを
キープしながら巻いていきます。でこれが結構難しかったです。しかも全部ねちゃんとくっついてないと隙間がどうしてもできちゃうので、ここからちょっとこのテーブルに押し付けるような感じでこのねじりをねキープしたままこうやって丸めていきます。こんな感じですね。これがキャンディー、ロリポップキャンディーの作り方です。結構作業は難しいですけど、やり方はね簡単です。まあ、いろんな色、自分の好きな色を集めて、一本一本細い棒を作ったやつを一つにまとめて、それをぐるっとねじってくるくるくるっと丸めるっていう感じですね。でここでこの粘土で難しいのがひびが入っちゃうこと、隙間ができちゃうことなんですが、ここもね結構ねじってる時に折れちゃったりします。今触ってるところここがね私がギュッとしすぎたので折れちゃいました。でその場合普通に真っ白の粘土でしてる時は上からですね補修、白い粘土で補修できるんですけど、この場合いろんな色が混ざっているのでそこをねピンポイントで修正していくの結構めんどくさかったです。なのでそうならないように慎重にした方が良さそうです。でちょっと今映ってませんが、このヘラとかを使ってですね少しずつこの一色一色なじませて綺麗にしていっています。でこの時もちょっといつも通りですね霧吹きで水分を足しながらするとひび割れしにくいと思います。こんな感じですね。どうでしょう。こんな感じでキャンディーができました。結構綺麗にできたんじゃないかなと思います。もう初めての割に綺麗にできたかなと思います。はい、なので皆さん作りたい方はですねちょっと参考にしてやってみてください。これもしかしたら普通の、もしかしたらというか粘土じゃなくって普通の食べ物でも使えると思います。なんかこうお菓子作りとかねそういうの作れる、使えるんじゃないかなと思うので皆さん試してみてください。でここから私はさらにちょっとフィギュアっぽく作りたいので粘土を足していきます。ちなみに今使っているこの粘土板はですね100均のものです。ダイソーで買ったものです。でいつも使っている横の方に見えているヘラもですね100均のです。で今ちょっと違うことをしているんですが、この色混ぜた時にですねちょっと気づいたことがあって、今5色あるんですけど5色それぞれちょっと粘土に混ぜた絵の具の量が少しずつ違います。別に測って入れてるわけじゃないのでちょっとずつ違うんですけど、やっぱり絵の具を多く含ませたものの方がちょっとね扱いづらいかなと思いました。でもその扱いづらさっていうのは人によるかと思うんですけど、絵の具を多く含ませた方が粘土が緩くなった気がしました。この場合だとですねこの青いやつ、これが一番緩かったです。多分これが一番、ね、粘土に絵の具多く混ぜたかなと思うんですけど、それだけね本当に緩いなって感じです。柔らかすぎるかなって感じでした。なので形を作る時もちょっと緩すぎてすぐ形が変わっちゃったりとかっていうのがあったので、絵の具混ぜる時もですねちょっと量を気をつけた方がいいかなと思いました。その少なすぎる場合、絵の具が少ない分には特に変わらないので気にしなくていいかなって思ったんですけど、あまりに入れすぎるとですね手につく量とか他にこの粘土板にもちょっともうすでに色がついちゃってるんですけど、青いこの色がついてるのがなんとなくわかるかと思うんですけど、やっぱ多く混ぜたものが一番こう他に色移りしやすかったです。なのでその辺とかですね気をつけて混ぜてもらえたらと思います。でこれもちょっと仕上げにですねちょっと違う形に敷いていきたいと思うので、そちらの動画もねまた出したいなと思います。はい、ということで今回はぐるぐるの、ロリポップの作り方を紹介しました。皆さんぜひやってみてください。ということでまた次の動画で。
バイバイ。